私立竹原書院図書館は広島県竹原市にある公共図書館。1910年に社団法人として開館し、1929年に自治体に引き継がれた。1982年から自動車文庫を運用している。2018年から富士竹原店にある。竹原は秋の小京都と呼ばれた町であり、優れた受学者、医師、 家人を排出してきた。その中の一人である獣医の塩谷道博士は、私塾で指定に教えていたが、明和元年に、道博士が死去したことで、学びの場が失われた。完成五年、道博士の門人であった、大春水が発案し、町年より小倉や東左衛門のらの尽力により、道博士跡地に、大遥を塾長とする里塾が開校した。これが、 竹原書院であり、後の私立竹原書院図書館の源流である。ただし、文化10年の火災がある意匠して、竹原書院は消失し、以降しばらくは再建されなかった。1929年から1972年の私立竹原書院図書館1910年10月、竹原町の有志がこの伝統を受け継ごうと、社団法人竹原書院を設立し、 竹原書院があった場所で図書館活動を開始した。1929年4月には社団法人竹原書院が解散し、蔵書は鴨郡竹原町に移管された。竹原町は図書館として洋風建築を新築し、町立図書館竹原書院に改称した。設計は地元建築家の豊田勤の 戦前には1926年3月と1934年2月の2度に、わたって、文部省から推奨された。1958年11月には、竹原町と忠だの海町が合併して、竹原市が発足し、市立図書館竹原書院に改称した。1959年10月には、社団法人竹原書院会館50周年記念式典を開催した。 1960年2月には、図書館条例を整備し、現在の名称である、私立竹原書院図書館に改称した。1971年の移転後、図書館だった建物はしばらく空き家となっていたが、1980年には、竹原市歴史民族資料館が開館している。1972年から2018年までの図書館1971年12月には、 延田跡地に竹原福祉会館が竣工し、1972年2月には、私立竹原書院図書館が竹原福祉会館3階に移転した。1998年10月には、三原私立図書館と広域総合利用を開始し、1999年4月には、秋津町図書館と広域総合利用を開始した。2005年3月には、 東広島市立図書館と広域総合利用を開始し、2006年9月には広島広域都市圏内での広域図書館利用を開始した。2009年には子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。2010年10月には社団法人竹原書院100周年記念式典を開催した。2018年4月3日、 ショッピングセンターの富士竹原店に仮移転して、開館した。慶安3年から1960年まで続いた、竹原園伝に関する資料を多数所蔵している点、第三洋などに関する資料を収集した、第三洋文庫を、ほぼ網羅している点などが特色である。第三洋文庫以外の特別資料として、橋本曇り資料、多数の寄贈文庫がある。ありがとうございます。